当に素晴らしい作品。最高の楽しみというのが提供されているこの現場です。人の生き様があって、人の問いがあって、それを作家がここに前にいますから、作家と話しながらそれを交換することができるんですね。生の人間のこうため息と息遣いと、それから努力というのが見えるという得難い機会なんです。